アマガイ選手が来ているぞ。やはりこの男だったのか。拳を突き上げているのはアマガイ。ラウンド1を制したのはアマガイ和樹選手です。ずっともう高校からやってきたんで、まあ、オリンピックを目指してましたし、自転車にずっとかけてきたんで、人生そのものです。オリンピックで使ってるようなちょっとまあ最先端なギアを使ってレースするっていう感じですね。競輪はやっぱり安全性が重視されるんで、スピードに特化した競技になってますね。世界のトップだと80ぐらいいくんじゃないですかね。Everybody, are you ready for Pist 6? Now, it's time to get fired up. On your mark, set.シーズンファイナル第3レーススタートしました。ここからストレートファイナルラップ、先頭入れ替わりました。1番早坂先頭、2番ウリウがそれに続く、その後ろに4番星野。第4コーナーに入りました。ここで最後のストレートに入っていきます。フィニッシュ。最後は1番早坂もしくは2番ウリウ、どちらだったでしょうか。2着です。あ、どうでした。まあこんなもんですね、僕は。こっからなんで。あ、なるほど。切り上がりですね、今からですね。まあどうにか1着取れたんで、まず1走目はね、タイムが一番中ではいいと思うんで、それでまあどうにか、はい、1着取れて嬉しいです。まあウリュウ君であり、自分であり、アマガイであったり、聖一郎さんとか、そういういろんな選手を、この選手応援したいなって思ってもらって、見てもらえれば嬉しいです。アマガイ、自分、聖一郎さんは、まあ、何かしらの日本チャンピオン。本当にずっとチームスプリントっていう競技の一走を務めてて、まあ、その当時の日本記録も一緒に出したこともあるんですよ。まあ、一緒に戦ってきた、はい、戦友みたいなイメージはあるんですけどね。一番のライバル誰ですか。やっぱり天海君じゃないですか。ありがとう。やっぱりさ、普段の競輪じゃさ、戦うこと絶対ないじゃん。まあそう、見えますからね。そうそう、ラインでさ、はい、戦うことはないけどさ、はい、でもここはさ、やっぱりさ、はい、このね、やつはやっぱみんなで力勝負だからさ、これはこれ楽しい。それ面白いよね。And now it's time to welcome our five racers! Japan Heroes Season Final 第6レース選手の入場です。 Number 1 White Amagai Kazuki! ラウンド1では優勝しております、はい。いや、その時もね、天海選手非常に強さ見せつけていましたから、うん、こう圧倒的な実力での勝利というね、ラウンド1でしたけれども、果たしてこのシーズンファイナルで再びその勝利をつかみ取ることができるのか、まずその最初のレースとなりますね。自信はまあ展開にもよりますけど、まあでも勝たなきゃいけないですね。勝てるように頑張ります。現在の先頭は1番天海一樹。ここでファイナルラップ、最終周どんどん加速していきます。果たしてこのレースを制するのは誰か。外側から2番神山が上がってきています。現在の先頭は1番天海一樹。ここでフィニッシュ。最後は2番神山拓也が追い抜いていったでしょうか。一着にもっとこだわって走ればよかったなんて後悔があります。まあ本当、まあ二着になったら力負けかなっていう感じですね。456番入ります。
今日やったるぞ。まあ清張さんと天海ほんま1秒違うし1秒以上か、まあ、やっぱそこですよね。トップスピードの差があるから。昨日は素晴らしい戦いを見せたお二人でした。まあ正直ここは先輩の意地を見せたって感じですよ。まあいつまで負けてるんない正直。いつまでも後輩風吹かされるんですね。次は負けます。選手入場のシーンでも何かこう叫ばれていました。そしてレース後もカメラに向かって何かアピールされてたんですけど、あれは何と言っていたのか、もし伺ってよろしければ教えていただけますか。それはあの決勝の時まで取ってきます。はい、優勝しておきます。決勝の時まで取っといて優勝しますと、はい、いうことですね。昨日のデイで1着、ナイトで2着、その時には惜しくも天海選手に僅差で敗れるという2着でしたけれども、いや僕一応立場的にオリンピアンなんで決勝もまとめて面倒見てしまいます。頑張ります。今回が2回目のピスト6参戦となります。ラウンド1開幕戦で見事優勝を果たしている天海選手ですけれども、ぜひ決勝に向けて意気込みを聞かせてください。優勝できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。決勝戦の注目度ランキングです。注目度第3位はイエローの神山選手、そして第2位はブラックの中川選手、そして第1位はホワイトの天海選手です。Japan Heroes Season Final 決勝レーススタートしました。それでは6名の選手、改めてスタート順にご紹介してまいりましょう。まず1番前が2番ブラック中川誠一郎、その後ろ1番ホワイトの天海一希、その後ろにいるのが4番ブルー瓜生貴友、その後ろ3番レッドの隅田陽介、その後ろにいるのが6番グリーンの湿地俊夫、そして1番後方6番手にいるのが5番イエローの神山拓也。間もなく4周目です。さあ皆さん、ここからペーサーが外れレースが加速、ペドルオン決勝レース。まず先行しているのが2番中川、後ろを伺いながら走っていきます。現在の先頭は2番中川、番手が1番天海一希、外側から来ているのが3番隅田陽介。5周目に入っています。ここで隅田陽介が仕掛けてきます。先頭に出てきました。一気に加速していくのが3番隅田陽介、追いかけるのが2番中川。ここでファイナルラップ最終周です。現在の先頭は3番隅田、後ろから2番中川、そして外側から1番天海も来ています。三つどもえの展開、最終コーナーを回ってフィニッシュ。やはりこの男だったか。シーズンファイナル制したのはナンバーワンホワイト天海一希。さあそれではここで3名の皆さんに一声ずつお声をいただきたいと思います。まずは第3位となりました瓜生選手、ぜひ今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、強い先輩たちと一緒に走らせてもらって、すごい光栄です。それでは続きまして第2位となりました中川選手、まずはぜひ今のお気持ち聞かせてください。いやちょっと勝ったと思ったんですけどね、天海君強かったです。
まあ、僕はベスト出したと思うので天海君が強かったのを、まあ、褒めるしかないですね。そして第1位、見事シーズンファイナルを制したのは天海選手です。改めておめでとうございます。ありがとうございます。天海選手、ぜひ今のお気持ち聞かせてください。そうですね、もう素直に嬉しいです、はい、終わったあのレースが終わった直後、高らかにこう腕を上げられていましたけれども、あの時はこうどういった気持ちだったんですか？いや、本当に1回目の時よりもすごい嬉しかったです、はい、さらに嬉しさがあったということなんですね、はいはい、あのレースを振り返ってみて、最後本当にものすごい追い上げでした、いかがでしたか、レースは？そうですね、もう最終バック本当きつかったんですけど、まあ、最後は本当気持ちで頑張りました。気持ちで踏み切った結果、見事あの勝利につながったということですね。そうですね、はい、これで開幕戦、そしてこのシーズンファイナルも見事制するということになりました。では天海選手、ぜひ最後にファンの皆様へメッセージをお願いいたします。皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。次も優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。今一度皆様改めて大きな拍手をお送りください。 Congratulations。いやもうバックス、そうですね、最終バックで誠一郎さんとちょっと並走になっちゃったんで、めちゃめちゃきつかったです。もう力出し切りました。天海強かったですね。かわされると思わなかったです、はあ、なんかみんなで全力を出し合ったのでいいレースを作れたなという気持ちの方が強いです。まあそうですね、正直、まあ、強い人たち戦いましたけど、まあ、悔しいですね、はい。ピース6を、愛していますので、また今後とも応援してください。ありがとうございました。まだまだ強い人たちもいるので、ナショナルチームの人たちとか、またいろんな人と戦いたいですね。